高専柔道の石踏み。高専柔道が始まった京都急部特伝前に、混流されている、高専柔道とは、旧正高等学校、大学余科、旧正専門学校の柔道大会で行われた、寝技中心の柔道の略称。1898年、東京の第一高等学校と仙台の第二高等学校の柔道部の間で行われた、対抗戦に橋を発する。 立ち技から直接寝技に引き込むことが認められ、優勢価値がないなど、行動感とはルールが異なる。柔道における三角締めは、光線柔道から生まれた技術を、行動感柔道が採用した技である。ブラジリアン柔術が注目されるにつれて、柔道の試合スタイルが近い光線柔道が再評価、されている。ブラジリアン柔術界からは、寝技が重視され、レスリングや散歩と異なり、 引き込んで寝技で下になってもガードポジションを取っていればスコアポイントが取られないとの共通性から技術などが注目されている。製材界、文化界にも長野茂を正力松太郎、井上康氏松前茂吉ら多くの人材を生み出した。高専柔道を舞台にした文学作品に井上康氏の北の海がある。戦後は 旧廷大で行われている七手柔道が、高専柔道の流れを引き継いでいる。ルールの最も大きな特徴は、寝技において明らかに進展がない時に審判が待てとする規定がないことである。このため寝技が重要な要素となる柔道となっている。また、寝技への引き込みが認められている。普通の柔道は投げ技をかけてもつれた時のみに、寝技への移行が許されているが、 高戦柔道では自由に寝技に行ける。そのため、試合が始まるや、立ち技をかけることなく、どちらかが引き込んで寝技になることが多い投げ技で、投げれば、投げの一本勝ちも認められるので、立ち技の強者が活躍することもある。このように寝技に特化していったのは、他人数団対戦の抜き勝負のため、各校とも白帯を多数入部させ部員の半数、近くが、 大学から柔道を始める初心者で占めることも大きな理由であるとされる。寝技は立ち技よりも添付の際に左右される部分が少なく、かつ短期間で技術の向上ができるため、寝技中心に移行していった。そして寝技の技術が異常に発達していく。また、足挟みが禁止されていた。寝技の待てがなく、足挟みを許していると足挟みのままの硬着が多く、 なってしまうのであった。ノンフィクションライターの増田ダ也によると、三角絞りはこのルールがあったからこそ、その隙をついて生まれたものだとしている。入学まで全くスポーツ経験のない小柄な選手が、入学前に実績を残した規制の有名選手を、卒業時に実力で抜いてしまうこともよくある。これらは寝技が研究と練習によって進歩できることを証明している。 1941年以降、行動官柔道で寝技への引き込みが禁止されているのは、高専柔道の強合校の一つ六校が、警視庁との団体戦で圧勝したり、行動官紅白試合で寝技に引きずり込んで大勢を抜き去ったりする事件が続出したためである。この高専柔道の寝技編長の姿勢を嫌った、行動官がルールを変えてまで寝技の封じ込めをしてしまった。 いかにかつての高線柔道の寝技技術が突出していたかがわかる。行動管柔道やブラジリアン柔術、総合格闘技などで使われている三角絞りなど各種締め技、関節技の多くは、もともとこの高線柔道で旧性高校生や低大生によって開発された新技術であった。後に柔道で禁止されていた足への関節技膝十字なども、 高専柔道で開発された新技術であった。その新技術開発合戦は、とてつもなく高いレベルで争われていた。高専大会には、毎年各校が新技術を引っ下げて出場した。寝技で到着しても審判は、待てをかけないので、延々と寝技の攻防が続く。場外という概念がなく、試合者が会場の縁で攻防していると、主審に、そのままと試合を止められ、 試合場中央で同じ体制に組み合って、よしで試合再開となる。高専柔道大会で新兵器、全三角締めを繰り出す6高専主主催、京都定大定大柔道会定大柔道、連盟主催、全国高渉柔道連盟主催、東京高大大阪高大。ありがとうございます。